はいみなさんこんにちは、えー、ククルバナでアイミュージック略してククラブのお時間がやってきました、えー、ではククルバナからやってきた私よぎとヨシカーアリサと山城シュノモ訓練生のウエ千チユですはいよろしくお願いしますしおますお,おっとっ <laughs> 待ってよ、はい、もしかしてモモさん <laughs> FM ギノワンククラブ初はい イイエー,イイエーイ初出演 <laughs> 今日はね初めてなのでちょっと緊張するかもしれないけど、まあ、みんなでねいつも通り楽しくにぎやかにやっていこうじゃないですか、えー、とではくくるばなの紹介を吉川さんお願いしますはいくくるばなとは宜野湾省大山にある就労移行支援事業所みんなで就職目指して頑張っているところですはいありがとうございますではですねと早速今日のテーマなんですけれども今日のテーマがですね えっとズバリ父の日でやろうと思います。はい。まあね父の日が今週？来週？う来週じゃない。まあ近頃あるということなので <laughs>。父の日がね、はい、いつなのかさえちょっとあやふや。なので父の日でやっていこうと思います。なのでね曲もねそんな感じの歌を流していこうと思っております。はい。えー、この番組はタイトルそのまんま。 音楽好きによる音楽好きのための音楽が苦手な方もお好みの曲に出会えるかもしれないミュージックラジオチャンネルその名もくくるバナ出会いミュージック略してク,クラブですククブ曲のリクエストなどお待ちしております宛先はメールアドレスが 797-fmguinodotcom ファックスは098-943-0094 えまた FM ギノワンでは FM ギノワンのホームページやユーストリームツイキャスで映像と音声を配信していますツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますではですね早速1曲目にいこうと思いますえー、<laughs> すいません <laughs> 今日のテーマが父の日なので、まあ、ちょっとねお父さんに向けた歌とか 家族、両親に向けた歌を多めにかけていこうと思います。では、はいえっと、1曲目いきたいと思います。1曲目は Funky Monkey b a b s で Hero ーーです。どうぞ。 はい、お届けしている曲はファンキーモンキキーーーーモベイズででヒーローですちょっと曲かけた後に気づいたらあれですねこのファンモンファンキーモンキーベイベーズの、ま、ボーカルの方、うん、最近ねニュースで話題ですね、はい、<laughs> かけた後にあ <laughs> と思ってまあ別に関係ないんですけどねこの曲が2009年リリースなんですって、えー 現在が2015年16年あれ今何年だっけ2015年16年あれ1016上山さんも16ってってことは1615141312119 1お7年前結構昔の歌ええすごいです ファンキーンモンキーベイビーズの11枚目のシングルで2009年11月18日発売したこの曲 <laughs> そうだ、桃井さん、初出演緊張してる <laughs> <laughs> 今ね、なんか遠く、はるか遠く一点を見つめていたから <laughs> 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 大丈夫、桃井さん。大大丈丈夫夫でですす返事 本当はねいつもこの FM 能は景色いいんだけどね海見えて今日ねあいにくのすごい雨,雨模様 <laughs> 台風かなぐらいのねちょっと天気悪い日に <laughs> 桃もさんのそんな記念日 <laughs>、うん、<laughs> 皆さんこの今日テーマ「父の日」なんですけどなんかお父さんとか、まあ、父の日のプレゼントだよみたいな感じでプレゼントとか。 吉川さんなんか送ったのとかありますああーちょひげ剃りのシェービングクリームを送りましたあーいいですねクリーム、はい、<laughs> お父さんひげ生えてるんですか結構ひげは結構濃いですね <laughs> <laughs> よく剃って長く剃ってるんでちょっと心配になってああ<ー> <laughs> いいですね大事 <laughs> もうちょっと <laughs> <laughs> 剃ってほしいなとやっぱね沖縄の人毛が濃いみたいですからね、はい、<laughs> その辺も出てるんですかね、はい 上間さんはなんかお父さんにプレゼントとかビ美容カのオリオン T シャツあ、オリオンの T シャツ <laughs> いいねお父さんちゃんとつけてるうん、つけよったあ、つけよった <laughs> ちょっと嫌そうな言い方でね、つけよった <laughs> いいね、よかったねあげたのね、ちゃんと喜んで使ってくれると嬉しいですよね<ー>このひげのやつもね吉川さんとかお父さんひげのフォーム使ってます、はい、あ、ひげのフォームは 今まだ開けてないですええほったらかしっていうかちょっと飾ってます大切だから使えないのかなはいまだ大事にしてますそうだといいねはいありがとうございますでは2曲目早速いきたいと思います2曲目はですねグリーン知ってますかグリーンはあえグリーンこれは知らないパターンですねですねグリーンのはるか というですね。はーはー曲をかけたいと思います。は <ー S 1> では、2曲目 2> <laughs> グリーンのはるかです。どうぞ。 はい。お届けしている曲は、グリーンのはるかです。うん、今、<laughs> あの、びっくりしなかったなんか、なんか聞こえなかった。聞こえましたね <laughs>。頑張りなさいみたいな。<laughs> びっくりしたんだけど、これなんかミュージックビデオの音源なのから <laughs>、はい、めっちゃびっくりした。<laughs> はい、私に言ってんのかなと思った、はい、天の声が聞こえたと思ったしびっくりした吉川さんも聞こえましたよね。うん、たよかったお母さん <laughs> 世界のお母さん <laughs>、はい、<laughs> ちなみになんですけどこの「グリーンの遥か」って曲もですね、うん、なんとびっくりこれも2009年。 の発売なんですって、えー、<で>結構古いそそそうそうそう偶 <laughs> 然にもね2009年の曲が2曲続きましたがはい一応ねさっきはお父さんの歌みたいなでこっちはねどっちかというと両親のおなんか、ね、父の願い,い母の願いとか両親のね思いを歌った感じなんですけどで父の日が、まあ、もうすぐあるんですけどまあ終わったんですけど母の日 とかももさんなんか母の日とかお母さんにプレゼントとか渡したりしました？考え中。時計をプレゼントしました。おお時計お<ー>いいね腕時計。は <laughs> い。あーいいね。<laughs> <ー>なんで時計をプレゼントしようって思ったの？えっといつもお母さんに感謝して携帯を。えー 見ているからああ、携帯をいつも時計代わりに見てたからいつもお世話になってるから腕時計をプレゼントしましたなんていい子なんだ <laughs>、ね、なんていい子なんだ <laughs>、ね、素晴らしいよ素晴らしいよ桃井さん <laughs> 私もなんかあげなきゃ <laughs> 私母の日何かあげたから、うん、ちょっとね記憶にないんですよ <laughs> 多分あげてないかもしれない リベンジで父の日に何かあげようと思います <laughs> 何がいいかな<ー>うちのお父さんもひげ濃いから <laughs> なんひげ剃り系にしようかな <laughs> <laughs> うじゃあ私の父の日のプレゼントが決まったところで <laughs> えっと2曲目行きたいと思います2曲目がですね、えー、木山優作さんでホームですどうぞ お届けしたのは木山優作さんでホームです、うん、いい歌ね、うん、<laughs> しみじみ聴いてしまったわ、うん、このねヘッドホンの音質がすごくいいんですよねここ<ー> <laughs> とってもいい声で歌うからちょっとね泣きそうだった <laughs> <laughs> 大丈夫みんな泣いてないですか、はい、<laughs> <laughs> 泣いてはいなかった、うん、残念 <laughs> この曲はねなんかあれですねお父さん目線で本当にねまさにこの人自身も父親でお父さんがちょっと自分の子供たちに向けて歌った歌みたいなとてもいいですねとてもいい本当にちょっと泣きそうになった <laughs>、はい、ではえっと一旦 CM に行きたいと思います CM でーす What? <laughs> はい皆さん早いものでもうエンディングでございますまともうちょいでね番組終わっちゃうのでえちょっと今聞こえるかもしれないんですけど、えっと、今ちょっと後ろで流しているのがですね見事にねこの宜野湾上空がものすごい曇り空なので <laughs> 私の願いも込めて「晴れたらいいね」多分今日は晴れないでしょうけどね <laughs> <laughs> はい、うん、えっと、うん、ではですねえっと告知本日のですね販売の告知をまたまた吉川さんお願いしますはいククルではええっと昨日は茶ごろも市場で10時から午後3時まで販売を行っておりますもずくの販売を行っておりますぜひ皆さん来てくださいよろしくお願いします、はい、お願いします <laughs> 今日もねこの大雨の中<え>我々ククルバナメンバー頑張っておりますので。 ぜひ遊びに来てください。えっと、では協賛読みたいと思います。えー、この番組は株式会社重太郎ホーム株式会社ビッグワン有限会社パーソナルフードサービス有限会社サキコーポレーションはぐき公開員ヘアメイクアップアーティスト秋宏元岡各社の提供でお送りしています。 さあまあねもう終わっちゃうので、うん、まあ残りはフリートーク自由にしゃべろうぜ <laughs> ってことでももえさん今日一日ラジオをね初出演どうでしたちょっと感想などいただければなあと感想 <laughs> <laughs> あ父の日って言ったまおうんうん 親子を壊した方が幸せになるんじゃないかなと思うんです。<laughs> 素晴らしい。桃 <laughs> 井さん、今日なんかかっこいいな。全部この30分通してすげえな。発言が全てかっこいいわ。そうね。みんなで親孝行しよう。とりあえず来週来週近々。父の日があるので、私ちょっとあの髭剃り系のプレゼントあげます。吉 <laughs> 川さんは何あげますか？<laughs> あ、父の日はもうあげましたああげたのはいあげましたあ何あげたの昨日ぐらいにおー早いねシェービングクリームあまた <laughs> <laughs> もう、はい、吉川家の定番 <laughs> はいいいね上間さんは今回なんか父の日のプレゼントあげようと思ってる予定とかあったりするうちなかったけどあげないですは <laughs> <laughs> いはい今 今みんなで、ね、親孝行しようって言ったばっかなのに。<laughs> <laughs> まさかのあげないです。<laughs> やるねー。上町恵子やるねー。<laughs> すげえな。最後にとんでもないの聞いちゃったぜ。<laughs> じゃあですね、皆さん、まあ、番組も残りわずかなので。あ、忘れてた、えー。ククラブではメッセージを募集しています。メールアドレスは。 七九七アットマーク fm ギノワンドットコム、ファックスは零九八の九四三零零九四です。また来週はねテーマ何にしようかな。<laughs> 来週発表します。えー、では本日のお相手は私よぎと吉川理沙と山城萌え、松江智也子です。でした。はい。また来週。